ソフトバンクゼロから日本ハム18日、日ペイペイドーム。ム本ハムが対ソフトバンク6連勝対戦成績を11勝11敗1分けの5分とした貯金16で首位のソフトバンクとのゲーム差は9となった写真すがすがしい表情ファンに挨拶に向かう新庄監督この日は6月に雲も膜下出血で倒れた小村球団社長が回答手術 療養を経て、この日初めて球場入りしており、新庄監督は、今日は小村、かつ、社長が雲真っ赤から奇跡的な回復をして球場に来ていただいて、みんなの前に顔見せていただいて、今日は何としても社長のために勝つぞという気持ちで臨んだ。よかったですと勝利をかみしめた。先発の伊藤の2戦連続完封については、 僕がこの3年間理想としてるのは先発投手が新しいマウンドに立って最後までマウンドに立ち続けるというが僕の理想の試合展開今回で4回目かなそういう選手があと3人ぐらいいてくれたらいいなと1回の伊藤君と9回の伊藤君が全く一緒な感じそれぐらい安心感があったさすが僕が選んだ開幕投手ですねと称賛 投げるコツみたいなものをつかんだんじゃないか。3試合前ぐらいから、1回のスピードと9回のスピードが変わらない。むしろ上がってるぐらい、感覚をつかんだ気がする。最後130超えたので、打たれたら田中君に変えるつもりだった。そこで抑えるのが素晴らしいと、うなった。ソフトバンクとの対戦成績を5分としたことでパの5球団で負け越しているチームはなくなった。 ここれはマジでですすごいことですよ。本当にシーズン終わりには全部のチームに勝ち越したいと手応えを語った。